この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よう、帰ったか。お帰りなさい。なんだ、みんな揃ってんのか。服部さんとの話どうでした？役に立ちました？まあ、多分。何？じゃあ結局アドデック9には何も問題なかったわけ？服部の話だとね。でも木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験。それがアドデック9はこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験かなんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。でその人体実験がどう気になるの？いやだからモグラの殺しがさ、アドデック9の例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか？仮にモグラの黒幕が小野だとして。だとして小野が殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか？やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて。まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデック9はマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか？ああ。だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで教令会の連中を何人も殺してたとか。待った。そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか？モグラがやったやつらは別にアルツハイマーじゃなかったろう。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ。勘弁しろよ。ちっと話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだ、アホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。おお、そうかい。じゃああのセンターで殺されたワクってじいさんも人体実験だったのかもな。へっ。ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか？あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のためにワクを殺したかは分かってない。まあ落ち着けって。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデック9があったっけか？確かにアドデック9の論文発表は1年前ですね。
でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません？もし3年前の事件が人体実験の結果だったとしたら、アドデックナインは吹っ飛ぶね。スキャンダルどころの話じゃないよ。さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか？ああ、もちろん。生野が3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、生野の動機は何だったんです？やっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる。下手したら何年も。そっか。でも生野のそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら、多少危険を冒してでも。でもその結果、生野はまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件については、やっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの？でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦、その話はまた後だ。ふん。今までの話をまとめると、まず3年前、生野がアドテックナインの実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だから羽村やモグラが凶霊界の人間を何人も殺している。いやでもさ、生野にヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってる奴が生野のそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？生野と羽村の間をつないだのは、梶平グループの会長、梶平茂だ。いや、それはちょっと。ん？モグラが殺してる凶霊界はそもそも梶平の手駒ですし、だいたい生野と梶平にだって接点がないです。分かった。確かにそうだな。じゃあ生野と羽村を取り持ったって結局誰のこと？創薬センターのトップ、木戸龍介。なるほど。木戸ならセンターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ、きっと木戸も一味です。いや、それはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時の木戸の顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。気取ってそんなに気も据わってる人？まあそうは見えねえな。
じゃあ木戸が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後、そういうことならどうです。あ、まず正野は何も知らない木戸をアドデック9の論文の筆頭執筆者にして全ての手柄も譲った。大喜びの木戸はそれをあの場で華々しく発表したんです。でその後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね。多分そうやって正野は木戸を一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて羽村やモグラを雇うためにってことなら結構自然な流れじゃありません。ほうほう、なら正野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は正野ですよ。じゃあその場合よ、最初に正野が殺し屋使ったのはいつだ。いつからモグラは動いている。半年前に橋木を殺したのはモグラだったと思う。なんでだ。正野にとってアドデック9を嗅ぎ回る橋木は目障りだった。でも犯行当時正野にはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時正野は別の誰かに橋木を始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか。ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。橋木が殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったら正野たちは破滅ですから、橋木を始末しようとするには十分な動機です。いろいろ辻褄は合うってわけ。いやでも、言いたいことがあるんだろ、言えよ。今までの話ってさ、あくまで全部仮説でしょ。おまけにこれちょっと八神さんに都合良すぎない？ん？都合良すぎってなんだ。3年前にセンターで患者死なせたのが正野って言うんなら、じゃああの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ。そうだ、判決通り、あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。だからみんな騒いだんでしょ。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ杉浦、人の古傷なんだと思ってやがる。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ。大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか。でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺は
それを見捨てたんだ。もう諦めろってな。それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの？八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんなら。どうする？星野君。はい。大久保新平と面会する手配頼めるか？わかりました。拘置所に連絡します。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。どうした矢上？3年前の裁判資料を見せてもらえますか？創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え？なんでだよ急に。わかりました。資料は私が用意します。悪いね沙織さん。どうですか矢上さん。ん？あ、ありがとう。そっちのファイルは？寺沢恵美さんの件がまとまってます。こっちも必要かと。いや、それは大久保新平と話すなら見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。寺沢恵美、事件当時26歳。2015年12月2日23時頃、火災後のアパート2階より焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また炎上中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。八神、どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。はあ、ええ、そうみたいです。何のために？3年前の創薬センターの事件で大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃ気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ、彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、
興味も持たなかった。そして大久保はある日ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれを自分のせいだと？俺が殺人鬼を無罪にしてそのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がったんじゃねえぞ若造。20年前、お前の親父さん八神弁護士の最後の裁判覚えてるよな？ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか？きっかけはそうでした。でもあの裁判の後俺にもいろいろありましたから。ああ、親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つかるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にしたとき、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから、悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずる気が済むんだ。生きてる限りですよ。八神だ。星野です。大久保新平と面会できます。七福通り西のタクシー乗り場でいいですか？僕も今から向かいますんで。わかった、ありがとう。お気遣いありがとうございました。俺が言いたいことはもう全部言った。どうせ聞きやしねって分かってんだろよ。源田先生。ん？真実を神様だけに預けていたから俺は過去を引きずったままなんです。
矢上さん、こっちです。いよいよあの大久保に会うんですね。どうぞ先乗ってください。いよいよあのどちらまで行かれますか。それでは。お久しぶりですね、八神先生。ああ、久しぶり。すいません、人と話すの久しぶりで声が。大丈夫、ゆっくりでいいよ。雰囲気変わりましたね。まあ、君の弁護をしてからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士を辞めた。代わりに探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの。俺のせいですか。いや、悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか。ええ。何言ってんです、ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も、エミの事件も、俺は何もやってないって何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。エミちゃんの件では検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ。俺の無罪を訴えるたびにさ、あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白。ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。矢上さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょ。創薬センターの研究員で生野陽次。覚えてます。この人が真犯人。でもなんで。今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。生野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は生野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実は生野にとっても幸運でしかなかった。おかげで警察が奴を疑うことはなくなってしまった。くそっ、あ
あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があってでもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし、何言ったって信じてもらえない、そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。わかった。ありがとう。八神さん。八神先生。俺は恵美のことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか。もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。じゃあ、エミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺もあんたも。八神さん。ん？僕は源田先生のところに戻りますけど、八神さんはどうしません？どうかな。多分テンダーに顔出しに行く。今夜は、少し飲みたい気分だからさ。八神さん。大丈夫。いいからもう行きな。綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない。弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろ。なのにその犯人を弁護するのかお前自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の洗浄痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。
好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。やだよ。え？俺？八神さん。星野君来るな。下がってろ。え？そいつなんかちょっとやべえやつか。そうみたいですね。死ねえや八神。Yeah!
くっしゃ。大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつ、ただの脅しじゃなかったな。え？俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会、うまくいったか。それより今、殺されかけたよ。多分羽村の手下に。何？カイトさんも気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。なら、いいとこがあるぜ。ん？奨励会のアジトだよ。KJ アートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろう。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。